さて、あの話の続きはと。ペーネロペ。おお、対決。カミナリ、長乱あれ。さて、あの話の続きはと。よかろう、よかろう。今いいところなんだよな。アドラスの光よ。ふさわしい罰。アレクサンドリアの行動よ。うん、どこまで読んだか忘れてしまった。もう一度頭から読み直すか。よんの気分がいい。あぬあぬトップを見とれよ。欲望の熱は止まらぬ。これが獣の象徴。指示は聞いた。脆弱今いいところなんだよな。ふさわしい罰。さあ光をよこせ。これ、英霊のように振る舞うのも悪くない。少しばかり重たいのかな。倒して。我が世望みを声にせよ。世の行く手が阻めぬ。イラグラドサタンビ。よい、仕留めれる。存分に褒めよ。そして甘やかせ。してみせよ、獣の奇襲。よかろうの、よかろう。ロササンビカーッ。歌うインビディア。格の違いを見せてやろう。美しいとは。うん、どこまで読んだか忘れてしまった。もう一度頭から読み。残されたです。望みをこわよかろう。行くぞ。ロササンビ。うん。それ。戦というものは情報の収束に他ならない。つまりあのと。大義である。よかろう。指示は聞いた。ロササンビ。切りつける。ふさわしい罰。戦というものは情報の収束に他ならない。つまりあの貴様の用意した残さず食べるのは。検索を開始しよう。しよ、知識と力、今いいところなんだよな。アドラスの光よ。脆弱。さあ光をよこせ。ほれ。うん、どこまで読んだか忘れてしまった。もう一度頭から読み直すか。では決定しない。決定しない。決まる。
不穏の光を見あ、なるほど。吠えたけ我が鼓動、見えるもの全てを焼き尽くせ、パロスティス国産という。ごめん。英霊のように振る舞うのも悪くない。少しばかり重たいのかな。この戦い、イスカンダルの小僧めに捧げてやろう。さあ、宴を始めようぞ。望みを恋に任せとけって。七つの竜よ、翼となって駆け合い、抱き、溶かし、恋焦がれるか。見事だ。朽ちることを知らぬ愛の肉よ。存分に褒めよ、そして甘やかせ。兄任せとけって。突き破る。まだまだ。と。やるの。ザリア。やるの。とっておきます。まだまだ。ごめん。次の皿をここに。まだまだ食べ足りぬぞ。泣け。運命残酷よね。恨まれたらそれまでってこと。ほーら、ゴミになーれ。つまらない造形だけど、足首だけはもらっておこうと。私勉強家だし。この戦い、イスカンダルの小僧めに捧げてやる。じゃあ、そいつで突き破る。突きだらけだ。と、とっておきだぜ。
まだまだ食べ足りぬぞ。これぞファロスの大灯台。なんじゃそいつで。吠えたけ我が鼓動、見えるもの全てを焼き尽くせ。ファロスディス・アレクサンドリア。我らの制覇、まだ終わりを知らず。残さず食べるとも。さあ宴を始めようぞ。よかろう。我が舌を喜ばせろ。見るがよい。これが貴様らの繁栄の答え。欲望の空を切り裂く流星のきらめきである。デイマロン・ゾブス・アウレア。我らの制覇、まだ終わりを知らず。では参りましょう。速やかに殲滅します。あの話を聞くわ。と強く叩く。これでどうか。せいどう。おう、あの時か。指示は聞いた。いざ開け H の門。全知全能なるだの我らが全知全能なる者へと挑む。自分を全知走れよ。うん、どこまで読んだか忘れてしまった。もう一度頭から読み直すか。もう少し。そうしよう。バロン、戦慄だ。拳の前、私はまだ立ち続けるでしょう。拳はすでに温まっている。これでどうか。知識と力お見せしよう。攻撃権限だ。戦というものは情報の収束に他ならない。つまりあの図書館に行き、
ありますか。俺には見える。日の糸聖なる主よ、指示は聞いた。商談あれってな。ごめん。ごめん。ああ、この結果はとっくに演算していたと思う。それでは勝利の気分は悪くない。特に演算していたと思う。ではこれはどう。よおう、よか。知識と力お見せしよう。いざ開け英知の門。全知全能ならぬ我らが全知全能ならぬ者へと挑む。全員剣で走りよう。脆弱脆弱脆弱。今いいところなんだよ。アレクサンドリアの攻防よ。これはどう。じゃあこれはこれはどう。まだです。お任せ。はい、お任せ。ここだ。おとなしくしてください。あなたも検討しました。ただ少しだけ足りなかったものがあるだけです。では参りましょう。これはどう。さて、あの話の続きは。指示は聞いた。よかろう。指示は聞いた。切りつける。ふさわしい罰。アレクサンドリアの攻防よ。ふわっ。皆さん、戦いです。勇気ある振る舞いを。痛めてみせるわ。これはどう？強く、叩く。我がいいで、はい。